ビリビリさせないとね。この瞬間、お前は永遠を手にする。ふっふっさっと。ふっふっ、逃がさないわ。これって。はっ、それはっ、はっ。ちょっとビリビリさせないとね。こいつはどうだ。信頼感度と。風邪ひくなよ。はびこれ。やみつきにならない。さっ、逃がさないわよ。それ、はっはっ、はびこれ。おとなしくしやがれ。話が通じないなら叩くまででしょう。とっさっはっはっはっ。こいつはどうだ。君たち来てくれたんだな。ああ、二人が離れた後、一般人を避難させるために何人かの戦士が護送に回ってな。もう助からない。またアビスの魔物が押し寄せてきたら俺も。諦めないでくれ。きっと何か方法があるはずだぞ。ここに残ってるのは戦闘経験のない者ばかりだ。年寄りや怪我人。しばらく魔物は出てこないんだろう。部屋に戻れ。外は危険だ。危険だと知ってるから出て。俺らもそうだ。君たち何を。装備をいくつか分けてくれないか。戦場に立ったことはないけど、見ての通り若いし、武器を持つくらいの力はある。数十年前まで俺も帰化聖夜の巡礼に参加してた戦士だ。槍の扱いならこの体が多少覚えてるだろう。部屋にはまだ数人一緒に戦ってくれるってやつがいる。説得したんだ。これ以上私たちのために部族の戦士に血を流させるわけにはいかない。英雄を苦しませるわけにも、一人で戦わせるわけにもいかない。だが他に装備は。そうだ、それを使ってくれ。これなら戦力はどうにかなる。移動速度は遅いが、ここでただ死を待つよりはマシだ。じゃあみんな、俺の指揮に従ってくれ。ああ、承知した。ならオイラたちの熱気球を貸す。いや、その熱気球はより多くの人を救うために使われるべきだ。じゃあせめてオイラたちが見てきた道を使ってくれ。ありがとう、助かる。犠牲になった戦友を思うと胸が痛いが、だからこそ俺は生きていかなければ。負けてたまるか。ああ、改めて礼を言う。さあ、君たちは他の場所の人たちを助けに行ってくれ。Thank you.
緒に頑張ろう。ビリビリさ、こいつはどうだ。はびこれ。ちょっとビリビリ。おとなしくしやがる。と、えい。さ、これ。ミュージックスタート。ちょっとビリビリ。おとなしくしやがる。もう誰も。競技場で手に入れた情報によると、児玉の湖付近の拠点も助けが必要そうだ。すまんすまん。みんなを守るからね。こいつはどうだ。ちょっとビリビリさせないとね。しびれ。おとなしくしやがる。願いを。風邪ひくなよ。こいつはどうだ。逃がさないわよ。これ。元気出してよ。おとなしくしやがれ。はっ。こいつはどうだ。はっ。信頼感度。おとなしくしやがれ。はびこれ。ミュージックスタート。えい。ちょっとビリビリさせないとね。こいつはどうだ。はい。これと、ほっ。さっとせ。おとなしくしやがる。ほっと。この瞬間、お前はびこれ。はっ、はっ、よ。みんなを守るからね。ちょっとビリビリさせないとね。これさっと、はっ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリ。お前ってほ、こいつはどうだ。はびこれ。はっ、えい。逃がさないわよ。早く投稿しなさい。おとなしくしやがる。みんな頑張ってね。ミュージックスタート。面目ないな。2回もお前らの手を借りることにな。この間
いろいろと助けてくれたおかげで。だが今の状況じゃこの拠点は諦めるしかなさそう。そうだな、一箇所に集まった方がいいと思うぞ。ああ、では撤退の準備を始めるとしよう。ただここには、このまま戦いに参加する気なら児玉の子に帰った方が前線に近い。戦場から離れる気なら戦いながら競技場に向かうべきだろう。状況をまとめるとこんな感じだ。この拠点は放棄する。競技場に向かうか児玉の子に行くか。今のところ児玉の子の戦力は足りてる。目の前のリスクと家族の安全をよく考えた上で。さて、このまま戦う者は意思を示せ。状況は十分に説明したはずだが、ナタが滅んでしまったらどこを家と呼べばいいの。俺らが望むもんは全て自分の力で勝ち取らねえとな。他人が手に入れたもんをただで享受するつもりはねえさ。そうか、ナタのために。ナタのために。見ての通りだ。これから全員児玉の子に向かってそこの防衛線を固める。おう、その気合を見てオイラもちょっと安心したぜ。ああ、安心しろ。余順者の戦争に参加する気でアビスを全て駆逐してみせるさ。え？あの悪いやつ、また変なものを落としてるぞ。あの方角は流線の州だな。あそこは一度アビスの侵攻を受けたせいで防御が薄くなってると聞く。まずいぞ、状況を確認しに行こうぜ。これはっ、おっとこいつはどうだ。風邪ひくなよ。よっ、さっ、はっ、ほっ。ちょっとビリビリさせないと。おとなしくしやがとっ。はっ、逃がさないわよ。はっ、ちょっとビリ。これこいつはどうだ。いや、おとなしく。硬すぎるぞ。どんだけ攻撃しても壊せないなんて。一体どうなってるんだ。このままじゃアビスの魔物が無限に湧いてくる。しばらくしたらまた新しいのが現れるはずだ。ずっとここにいるわけにはいかないぞ。今のうちに生存者がいないか確かめよう。おとなしくしやがれ。戦況報告をまとめたものしか見つからなかったな。変なものが落とされた場所を記載してあるみたいだけど、かなりの数だぞ。はあ、これを見るのもちょっと久しぶりだな。かがり木の民の伝達師たちも、とにかく今は次の場所を目指そう。生存者が見つからなくても、もしかしたらそこの変なものはこっ。
これが戦争なのか。怖がることはないよ、パイモン。私たちは絶対に勝ってみせるから。出せないとね。にが。はびこれ。やっと。は、ちょっとビリビリ。こいつはどうだ。やみつきにならない。と。これ。さ。逃がさないわよ。
おとなしくしやがる。風邪ひくなよ。ネバーよ、はびこれ。はっほっはっ、えっ、ちょっとビリビリさせないとね。こいつはどうだ。はっとはっとよっ、えっ、ほっ、はびこれ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。これって、痺れ。こいつはどうだ。はびこれ。はすまんすまん、おとなしくしやがる。神の目を持った人がいれば普通のアビスの凶門くらいは対処できるが、さすがにこんなもんは見たことない。まるで空にいるあのでっかいやつの一部みたいだ。どうやらあれにはアビスの凶門を生み出す力があるらしい。おかげでアビスの魔物も際限なく湧いてきやがる。俺たちだけじゃまる守りを固めるでも勝ちを取りに行くでもなく、今は撤退が賢い選択かと。それにアビスの力の根源はやはり聖火を忌避しているようです。聖火なる競技場は我々に残された唯一の希望と言ってもいいでしょう。エンジン様があそこを守ってくれています。あの方がいる限り我々に勝機はあるはずです。お、これって水とちょっとした菓子だ。受け取れ。顔色が悪いしかなり汗をかいてるだろう。きっとあちこち走り回って相当疲れてるんじゃないか。こっちの戦力はまだ余裕があるから心配いらない。ちょうど休憩時間だし、あんたらも一緒に座って休んで。確かにオイラたちずっと戦ってたしな。旅人、お前も疲れてるんじゃないか。お、何が心配なんだ。あ、確かにそうだな。休憩するかどうかはお前が決めてくれ。今すぐ出発するならオイラも一緒に行くから。くれたんだ。今ちょっとやばくてさ、空から落ちてきたもんに手を焼いてるんだよね。バカルおじさんがすぐに避難を指示したんだ。私と白根お姉さんは二人がいてくれてよかったぜ。オイラたちだけだったら間に合わなかったかもしれないぞ。カチーナ、残りの魔物とアビスの凶門はうちと旅人に任せて、あんたはみんなのところに。うん、あっちも人手が足りてないよね。気をつけろよカチーナ。じゃあ、ちゃっちゃと終わらせるよ。
取れ取れどれ、あら、せ、信頼感度、みんなを守るからね、えい、オッケー、いくわ、せ、さ、はっ、しびれさせちゃうわ。これはっ、じゃあ行くよ、さ、響け格の目、たっ、こいつはどうだ、さ、芽生えよ、よっ、逃がさないわよ、はっ、ちょっとビリビリさせないとね、おとなしくしや、逃がさないわよ。お前って本当だっけ？さ、くれ、どれ。こいつはどうだ？風邪ひくなよ。はびこれ。元気出せよ。病みつきにならないで。おとなしくしやがる。信頼感度、どれ、くれ、せ、さ、あら、よ、はっ、えい、はっ、はっ、オッケー、この瞬間、お前は永遠を超える。はびこれ、芽生えよ。ミュージックスタート。ほっ、え、ふ、じゃあ行くよ。わけ、山の地。こいつはどうだ？逃がさないわよ。はっ、おとなしくしやがれ。さっ、逃がさないわよ。これ。ほっ、えっ、ちょっとビリビリさせないとね。こいつはどうだ？よっ、逃がさないわよ。風邪ひくなよ。よっ、おとなしくしやがる。しびれさせた、元気出せよ、と、よっ、はびこれ、響け、格のね、は、くれ、は、す、くれ、信頼感度、は、は、これ、ちょっとビリビリさせないとね、じゃあ行くよ、す、くれ、
1、2、うん、OK、みんないるね。これ以上死者が増えなくてよかった。あんたらもお疲れさん。外の状況相当やばいっしょ。うちも一生忘れられない光景をこれでもかってくらい見せられた感じ。アビスの大規模な襲撃を経験したことなかったからさ、空が真っ黒になるっていうのを大げさに言ってるだけだと思ってたんだよね。マービカはこういう光景を過去に見てきたんだと思う。だからアビスの侵攻がどんな恐怖と絶望をもたらすか誰よ。それでもあいつは立ち向かうことを選んだ。生きるため、最後の希望を手にするために、うちらは故郷を捨てなきゃならなかった。もしかしたら明日の朝日は夢の中で拝むことになるかもしれないけど、希望がある限り諦めないよ、うちは。さあ、避難したみんなと合流しよう。自分の身を守るのに手一杯だ。支援する余裕なんてないだろう。このままだと競技場だって落ちる可能性がある。あそこに人が集まってる以上、アビスの魔物も競技場を目指すはずだ。最終的には総力戦ってとこか。幸いこのところ持病の発作はない。俺も少しは戦えるだろう。致命的なのはあのアビスの親玉と渡り合える戦力がないってこと。ナタ人の勇気が絶望に負けたりしないだろうけど、命は時に意志よりも脆いものっしょ。なあ旅人。おお、そう言うと思ったぜ。もうヘトヘトで飛ぶのもやっとだけど、行こうぜ。おいらはどこまでもお前についていくからだな。じゃあ児玉の子はお前たちに任せたぜ。え、無茶だって。こういう時に無茶しないで、いつ無茶するんだ。あれ、あそこにいるのってチャスカとクイックじゃないか。旅人、頼む、来てくれ。この瞬間、お前は永遠を手にする。これハビコレ、えい、ほっ、はっ。こいつはどうだ。ほっと、逃がさないわよ。これ、こいつはどうだ。すまんすまん。元気出せよ。さっ、ふっと、ほっ、これ、よっと、芽生えよ。ふっと、えいふ
早く投降しなさい。はびこれ。問題児を養子にしちゃったって昔思ってたの。でもパパとママの力になりたくって、私の方が年齢的に妹だけど、お姉ちゃんを苦しめるアビスの力を早くどうにかしてあげようと思った生意気よね。私たちそっくりで違いなんてあんまりないのに。分かったから、クイ君、今は喋るな。競技場はすぐそこだ。おぶってく。アビスの侵食はもう浄化できた。ちゃんと休めばきっと治る。私っていつもお姉ちゃんにブレーキをかけちゃう。焦らないで、もっとゆっくりでいいって。だってお姉ちゃんが危険な目に遭うのも、トラブルに巻き込まれるのも嫌だったから、心配しすぎなんじゃないかってずっと思ってたわ。けど今考えると、お姉ちゃんのことをよく理解していなかった。アビスに侵食されてもお姉ちゃんが生きていられるのは奇跡なの。けどその副作用でお姉ちゃんの心は永遠に静まることがない。家族になれたのもまた一つの奇跡よ。でも私の心配も同じく、お姉ちゃんの心を絶えずざわつかせてたわよね。違う、そんなことない。そんなわけあるはずないだろう。クイクがくれた愛情も、父さんと母さんがくれた愛情も、どれも分かってた。本心では仲良くしたかったんだ。すまない、まだ時間が必要なんだ。いい方法を見つけてみせる。だからそんなこと言わないでくれ。謝る必要なんてないわ。だってお姉ちゃんは何にも悪くないもの。というより誰も悪くない。ただ偶然の巡り合わせで悪い結果が生まれただけ。私もう分かったの。だから今回は止めたりしないわ。お姉ちゃん、前へ走って、もっと早く、もっと高く、誰よりも強いククリュウみたいに、火翼の集いで最も勇ましい戦士になって、それこそが私の誇るお姉ちゃんの姿よ。クイク、
の力っぽいのが出てきて一瞬で消えたよな。まさかあれって、確か定期的にストレスを発散させないと暴走するってクイクが言ってたよな。でもあいつ自分でそれをコントロールしてたぞ。オイラたちがもっと早くついてればこんなことにはならなかったかも。手遅れになる前にアビスの侵食を浄化できてたら、そうすればきっとクイクも、あれ、なんだ、命は平等じゃない。彼女は幼い頃から数多の不幸を背負い歩みを進めるたびに苦しんできた。もしかすると苦しみを受け入れてしまった方がよほど楽な選択だったかもしれない。それでも彼女は歩んだ。いくつもの苦しみからなる雲の上には一体何があるのかと疑問を抱きながら、その答えは何よりも輝かしい太陽かもしれないし、ただの暗闇かもしれない。だがそれを確かめるために彼女は羽ばたくことを選んだ。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。クイクを安全な場所まで送ろう。クイクのことをしばらく頼む。今は他にやらなければならないことがある。ええ、私たちのために尽くしてくれたこと全てに感謝します。我々のために命を落としてくれたこと心より礼を言う。すまないジャスカ。いいえ、このような苦しみを味わっているのは私だけではありませんから。クイクは英雄になるのを望んでいた。そしてあの子は永遠に私の心の中の英雄となりました。クイクの期待に応え、犠牲を無駄にしないためにも急ぎましょう。エンジン様。ああ、この戦争を終わらせる。Thank you.
みんな、準備はいいか。我々は今、悲惨な戦争に身を置いている。勝利をこの手につかまんとする意志を私に見せてくれ。犠牲をなくし、苦痛を断つために。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ、小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタの全ての眼差しとつながる。苦恩の暗闇さえも我々を分かつことはできない。泥まみれの水石、こだまするテペタル。集い、散り、燃え尽き、よみがえり死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。火山を踏破し、太陽をつかむ英雄。冠を授ける烈焔、きらめく光は聖画のごとく。我が最初の一歩を導きたまえ。全てを見通す者は己の死を予言できたことを喜び、宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して、最後の歌を聴かせよう。王術の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焔に至る。全ては振り返らぬ命のため。我々の全ての所業を必ず炎が審問するだろう。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。時空を超えし英雄たちよ、機は熟した。大炎の洗礼を受け、祝福された孤名を手に、力の真の意味を知り、剣心の定めをたどって、やがて超越の炎を迎える。ナタのために、ナタのために。ハボリムの名において野良者の戦争の開幕を告げる。終戦まで半盆の歌があらゆる命を守ることを誓おう。すごい力が秘められてたなんてびっくりだよ。つまりこの後の戦いでは聖火を通じて復活できるってことだな。ああ、もう二度と犠牲者は出ない。敵を一掃する時が来たってことか。奪われた土地も全部取り返さなきゃ。ナタのために見落とした全ての人に敬意を。行くぞお前ら。オイラたちも行くぞ。パイモン、旅人、あの時駆けつけてくれたこと感謝する。おかげでクイクが最後の言葉を残すための時間を得られた。もし私が暴走を抑えられてなかったら、今こうして反撃の機会を手に入れることもなかったろう。それよりお前のことが心配だぞ。大丈夫か？しばらくこの胸の使いは取れないだろうな。だがそのことは一旦置いておくしかない。今はブーカの意志を果たすつもりだ。私が味わった葛藤と苦痛はどれも試練に過ぎない。試練はやがて
私の力になる。そして私はクイクが思う最も誇らしい姿になるんだ。よし、行こうぜ。あの真っ黒な奴らをボッコボコにしてやるんだ。人間の底力ってやつを思い知らせてやろう。敵の数は多いが、こっちも戦力は十分だ。おまけに八神の国の力で情報伝達すれば采配も増える。焦らず着実に行くぞ。ナタのために。信頼感度ふっ、えい。逃がさないわこの島、お前ははびこれ。はっ、ふっ。みんなを守るからね。よっと、さっ、せこれはっ、ほっ。ちょっとビリビリさせないと。こいつはどうだ。おとなしくしやがる。バーバラ、行くよ。こいつはどうだ。えい。ちょっとビリビリ。私の力を使えばアビスの気流を破壊できる。おう、タイミングバッチだぜ。はっ、ふっ、ミュージックスタート。ドン、オッケー。ふっ、ターン。はびこれ。次からは着弾点を見誤らないようにする。え、エンジン様、全く熱くなかったのですごくかっこよかったですよ。だが目には良くない。それは確か。アビスの野郎ども、この偉大なる聖竜クグルアハウ様の前にひざまつけ。アハウの声まで聞こえるのかよ。ちょっとうるさいから一旦消してくれないか。なんだと、この無礼も。ああ、勢いで畳みかけるぞ。エンジン様の力を存分に使わせてもらおう。情けは無用だ。とよっ、はっ、はっ。逃がさない。
ちだよ、カチーナ。上まで送ってあげる。その方が早いっしょ。ああ、スピリットウェイみたいでドキドキする。私の番、行くよ、ぐるぐるコマちゃん。救出は済んだな。ばあちゃんたちは先に、次の行動には遅れないから少し時間が欲しい。オラル、ミツムシと野菜のことはほっときなさいって。このアンポンタン、この魔物は全部倒したよ。アビスの気流は私が破壊したんだ。流線の宙の方も終わったよ。名園の主も危機を脱したところよ。火翼の集いを手伝いに行く。ああ、あそこの状況は特にひどいとか。必要ない、一掃した。もうか、さっきまで競技場にいたんだろ。とにかく誰かを殴りたかったんだ。どれだけ我慢してたかわかるか。そっか。イアンさん、北条の国の方はどうする。イアンさんの家は競技場から遠いでしょ。ああ、それなら心配いらないぞ。さっきバレたから、もう片付いたって連絡が来てる。どうやら全部処理できたようだな。アビスの勢いも弱まってる。数の勝負なら反魂の歌が負けるはずないもんな。数に頼ってる時点であいつらの負けだぞ。また、アビスが魔物を集めて競技場に向かわせてるようだ。反魂の歌が一番の障害だと気づいたか。聖火を破壊する気だな。そんなことさせないよ。みんな競技場に向かおう。新しいアビスの気流が落とされたみたいだね。どれも競技場の近くっぽいから。てそうだ、競技場の入り口を守る人も必要だよね。よし、これが最後の戦いだよ。お前って本当にせっかち。こいつはどうだ。はっ、えい、中のために。ジェダイン、すまんすまん。これやっ、はびこれ、はっはっ、中のために。さっ、はっ、おとなしくしやがる。はっはっ、中のために。こいつはどうだ。逃がさない。お前、おとなしくしやがれ。早く投降。えい、これはっ、いや、おっ、とはっ、中のために。信頼感度、ミュージックスタート。こいつはどうだ。すまんすまん。やっ、くっ、はっ、ふっ、中のために。
逃がさない。さっ。とん。これ。はっ。よっ、元気出せよ。準備できたかな？風邪ひくなよ。はっ。さっと、はっ。はっ。えっ。こいつはどうだ？やっ。おとなしくしやがって。ほっと、ほっと、はびこれ、ふっと、信頼感度、ミュージック、やみつきに。こいつはどうだ。この瞬間、お前は。よっ、ほっ。みんな、ここに集まってもらったのは、この偉大なる勝利を祝うためだ。こたびの勝利は、我々の手によって得られたもので、一人一人に誇る資格がある。我々は再び大いなる災厄を乗り越え、愛する故郷を救ったのだ。おお！無論、戦争はまだ完全に終わっていない。アビスは消えておらず、その巣窟、ヤガミの国よりも深き場所へと退いただけだ。だが、ナタの戦力を侮り、戦いを仕掛けた奴らは深い傷を負った。この先長い間、ナタに脅威をもたらすことはないだろう。少し準備を整えた後、私が最後の反撃を行うつもりだ。その巣窟に攻め入り、アビスを全滅させてみせよう。それって、ちょっと待ってください。エンジン様はお一人で行かれるつもりでした？あそこには強力なアビスの力が蔓延している。一般人であれば少し触れただけで即死だ。先陣を切ってナタに貢献したいという皆の気持ちは理解しているが、ここは任せてくれ。このエンジンが直々に勝利を収めることを誓おう。一番肝心なところで力になれないなんて。これからの戦いとこれまでの戦いに差はない。皆はすでに貴重な戦果を勝ち取ったのだ。今宵は存分に祝うとしよう。そうですね。命の心配がなくなった以上、もういつもの日常に戻れますよね。
確かに悪いことじゃないな。魔物が溢れてる頃よりずっとマシだ。時が来たら再び皆を召集すると約束する。そしてこたびの戦いでナタのために犠牲となった戦士たちも忘れてはならない。アビスを消滅させた後、荘厳な葬儀を執り行う。孤名に多くのものを記録することはできないが、いかなる英雄の物語もナタの人々の胸に刻まれるべきだ。黙祷を捧げよう。また戦士たちだけでなく隊長の特別支援にも感謝したい。個人の名義でこの土地の勝利に敬意を表彰。では皆がこの宴で気持ちを整理し、再び活力を取り戻すことを願っている。これからも心を一つに邁進していってほしい。大活躍だったじゃん、カチーナ。前よりずっと自信がついたって感じ。やっぱ一回勝つとガラッと変わるもんだね。カチーナちゃんのパパとママが褒めてたよ。もう一人前だって。そういえば流線の州の状況はどうなってるんだ。犠牲者が出たけど今はみんな前を向いてるよ。すぐ復旧作業に入ろうとしてる。小玉の子も大体そんな感じだね。でもやっぱりちょっと胸が痛い。半言の歌の庇護を受けられなかった人もいたから、帰ったらろうそくを作って。あ、私も一緒。今回の犠牲がナタに今までにない平和をもたらすことを願わないとね。戦での活躍は耳にした。まさに優秀な冒険者であり戦士そのものだな。俺の記憶ではお前とあの王子様はよく似ている。特に勝ちたいと言った時の姿はな、一刻も早く王子様との再会を果たせることを願っている。そうだオロル、名園の主の状況はどうだ。ああ、腕の立つばあちゃんがずっと集落に残ってたし、きっと。けど各所の復旧作業は必要だろう。部族の若者として戻って手伝わないとな。ファディの支援はいるか。いや大丈夫だ。それに部族には年寄りも多いから君の部下を受け入れてくれない可能性も高い。そうそう、怖い顔してるせいでいつ襲ってくるかビクビクしちゃうっていうか。しかも元素力の乱用は名園の主の視力にも影響を及ぼす。心配してるのはそこなのか。お前どんだけ渋てんだよ。こんな戦いまで乗り切っちまうとは。今の俺はお前の減らず口を許す気にはなれない。部外者ずらして今回のことを好き勝手言うな。出ないといつ殴られてもおかしくないぞ。そうだぞアハウ。へえ、ちょっと戦いに勝ったくらいで宇宙帝になりやがって。この偉大なる聖竜クフルアハウが真意を振るってなかったらとっくに消し済みになってたっていうのに。言う褒美に武道でもやるか。俺を一個扱いすんじゃねえ。
今回の死傷者のうち伝達士は最も多くの割合を占めてる。だが幸い兼業で伝達士を死亡するやつも多い。北条の国はアビスの出現場所から一番離れてたから魔物も他より少なかったんだ。でもチャスカの支援が少しでも遅れてたらと思うとちょっとゾッとするけどな。ならよかったぜ。被害が小さかったみたいでほっとしたぞ。このブドウ案外うめえじゃねえか。我が従者よ、おかわりだ。ならお前のことはこれからインコって呼ん。君たちか。なんか元気ないな。疲れてるのか。そうかもしれないな。空を飛んだ時ナタの全域を、そして勝利のため身を粉にする皆の姿を目にしたんだ。もっと早ければ、そうすれば彼らもクイクも。すまない、こういう時にする話ではなかった。今回もまたジュースでいいか。うん、 L サイズで頼むな。ああ、500年前に立てた計画はほぼ完成に近づいた。あと一歩だ。残すはアビスとの決戦のみ。私にとって戦闘は最も手慣れた手段だ。故にそれほどプレッシャーも感じていない。あの悪いやつを一撃で潰した時のお前、あれはカムクラによって潜在能力を全て引き出した姿で、一時的なものに過ぎない。ずっとあのままでいたら体が持たないだろう。それと一時的にあった半言の歌の特殊な力も消えている。今後は以前のように5名の所有者にしか作用しない。ああ、アビスが大ダメージを受けたことで周期的に現れていたのもしばらくなくなるだろう。私としても皆にここからしばらくの間平和を享受してもらいたい。順調にいけば永遠の平和というべきか。千年続いたアビスとの戦争もそろそろ終止符を打つべきだ。ところでずっと気になっていたことがある。これまで他の国を旅してきた君は、先の戦争も疲れを知らずにあちこちを駆け回っていた。旅人という立場でありながらいつも勇ましくあり続け、なぜ己の命すら顧みずに行動できるのだろうか。オイラが理由なのかよ。これは彼女が君を大切にしている証だろう。とにかく私が伝えたいのは、君は優れた才と正義の心を持つということだ。君と最後まで手を携え、この災難を乗り越えられることを心から願っている。だが、その優しさと正義感につけ込んで協力を強いているようにも思わせたくない。何せ決戦には危険が伴う。君にとってはこれからの旅の方が大事かもしれないしな。今日はもう疲れているだろう。ひとまずゆっくり休んでくれ。明日になったらまた談義室に来てほしい。そこで最後の戦いについて話す。その時、君の答えを聞かせてほしい。